こんばんは、スケジュール帳通りに来ました、水沼です。昨日ですね、エンディングでちらっと大田のやつが来ましたが、はいはい、今日はあの数ある引き出しの中から水沼さんのですね、このパーソナルの部分ですね、これをちょっと聞いてみたいと思います。プライベートですね。プライベート、はい、お願いいたします。南くん、藤川くんのイエローカードなんて怖くない。この番組は森永製菓がお送りします。南くん、藤川くんのイエローカードなんて怖くない。さあ今日はですね、高橋さんのプライベートを伝えたいと思うんですけれども、はい、先日あの仕事のね、日のスケジュール、一日のスケジュールを持ってきた。仕事がない日は、子供はあの上の子は幼稚園行ってるからいいんですけど、下がまだ家にいるんでね。おいくつなんですか？3歳なんですよ。かわいいですね。ずーっとくっついてるんですよ。くっついてきた。もう嫌だね。嫌だ。子煩悩な水沼のイメージが。ねいや、ずーっとやっぱりくっつけてくるともう嫌ですよ。あ、そうだよね。かわいいから、ある時遊んで、ある時離れてるんですよね、そうそうそう、親はね。そうそう。でもどんなことしたんですか、お母さんは。まあそうですね、ずっと抱っこしてたりとか、あとはオセロわかんないくせに並べて遊んだりとか、それ一番困るんですよ。メイクはいますよ、やっぱ黒も白もわかんないようですよね。もう勝手にやっちゃうっていう。やろうやろう。休みのあのどっかに遊園地とか連れてったりもする。あ、それは行きますよ、積極的にね。うん、だから近くに公園もいっぱいあるから、公園で、まあ、サッカーやったり、夢がいるときはね。高橋さん、車何乗ってるパパだよね。ね、車何乗ってるんですか、高橋さん。車、ボルボ。あ、ボルボですか。それを家族を守るように頑丈なやつ。なるほど。それを私が紹介したんじゃないですか。違う。違う。僕は彼には一度も紹介してません。はい。なんか歌ってるみたいな。まあ、パパとしてはほとんど満点に近い。満点。これ夫として、ね、夫としてね、自分で自慢できる部分ですが、あります。今度は原点だなと思います。夫として、ね、そうですね。まずは、家を建てた。自慢ですね。このままで。何坪？え？何坪？すごいんだよ。65か。ほら、まあ、横浜に。平気じゃない。すごいですよ。すごいですよ、横浜に。なんと、探してください。いいですよ。はい、いい。出るでしょ、これ。待ってましたね。参考65があったかもしれないですよね。都合65個ってね。大したもんじゃなかったですね。すごい、ほんとそうですよ。まあそれで、今苦しんでますけどね。苦しんでね、もう枝の試合行きは高橋さんがいるって話。そんなことないですけど。でこれ原点だなと思う。原点を原点。俺らは朝帰りが多すぎるってのあるんですけど。ああ、それはだけど、まあ現役の時は家にいることが少ないから、いなかったから、まあそれが、まあかわいそうかなと。やっぱ飲め、飲めなくても飲みに行く機会とかありましたよ。まあね、そういう選手同士とか。うん。そりゃいいですからね、高橋さん。ありますよね。歌いに行ったりとかも。そうから、歌好きだから。あ、誰のこと一緒に行くんですか、仲のいい友達とか。こういう関係をちょっと調べたいんです。こういう関係ですね。マリノスね。まあ、他で、なんかマリノス。まあ、まず、J リーガー。まあ、マリノスだったら、まあ、シゲがいたり、シゲとか、イハラとか。シゲイハラ。飲みに連れてもらうんですけどね。彼らの顔広いから。ああ、はいはいはい。呼んでって言ってね。呼んでって。それで、Jリーガー以外は、うん、以外は、まあ一番仲いいのは、山口さん。ああ、コント。ああ、もうマリノさん大ファンですよね、もう。熱狂的ですから熱狂的ですね、本当に。あとは、プロレスの高田さんとか。ああ、高田さんね。これのね。ああ、そうだそうだ。来てもらう。木村和引退じゃん。来てもらったから。ああ、はいはいはい。下は試合も見に行ったりするし。それで一票入れたんですね。え？いや、僕はそういうことはしない。ああ、そう。いや、言えましたね。いいわね、奥さんから。ああ、奥さんと言おう。家族ぐるみの持ち手。そうですね。ラグチーム来てもらったことあるし。で、一回その試合の後に、佐賀さんのことの試合を見にいっぱい来てたわけですよ。有名な方々が。赤い。ヒデカズ、ああ、はい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 。ラグビーの大西一平さんとか、おぉ。そしたちで、なんか、関西の番組がそこに入ってて、飲みに行くことになっちゃって、行ったんですよ。六本木の叙々苑だからなんだか。おぉ、やっぱり。そこセッティングされてて、駆けつけで、俺ビール、コップ、12杯。え？飲めないのに？飲んだ。え？それが、いやちょっと、それが今だったっていう格闘形の決定なんですか？すごい。すごい。赤井さんとかが、飲んでやって、開けてやってんの？開けてやコップ全部。もう飲まなきゃいけないみたいな。俺もそうなんだろうなと思って、ガッと飲んで。
12回。赤井さんから言われて、自分が赤い。はい。真っ赤ですね。それでも普通の人でも12杯飲んだらかなり来ますよ。かなり来るよね。駆けつけ12杯飲んだら。俺飲んだ時はまだ平気だったもん。その時は。5分ぐらい、ちょっと静かになって。ダメ？あの、ラクダさんとかキリンさんみたいになんなかったんですか？大丈夫、それは平気だったの。だけども、先帰りますって言って、さっき呼んでもらって、家まではどうにかたどり着いたんで、もうぐるんぐるんしてんだけど、で、家入って、玄関開けたとこまで分かってて、そこから洋服が全部散乱として、ベッドは、よくあるでしょ、ドラマとかで。そういうなってたんだって。うわぁ、すげぇ。初めて俺。それはもう顔が赤くなって、ちょっとしてもう自分で、ダメです、見てください、これよ、つってもう目と顔を見せたら、うん、大丈夫だ、お前やめとけ、とか言われるから、セーフだった。休憩になっちゃってまずいですね。その時はね、断りきれなかったね。変に中南は一杯飲めるようになっちゃったからさ、体にも出なくなっちゃったかもしれないね。もう目を見たら。12杯はすごいよ、それは。若方たちは気をつけた方がいいですね。気をつけた方がいいですよ、本当に。すごかったよ。というか、こういう盛り上がりでもう時間になってしまったんですよ。いやー、何しも来てくるんだから。いやー、もう今度またね、ぜひ。あれ何か、藤川君の家のクラブなんて怖くないよ。今週は本当にありがとうございましたよ。全然足らない。時間足らなすぎる。たぶんね、これでまた高橋さんをぜひこのまま使ってほしいっていう。来るかもしれない。そういう話来たらどうしましょう。スケジュール埋めておきます。ずっと埋めていただきました。はい。で、お喜びいただきますね。そしても今日は4日間のまあお礼も込めて、この後ビール13杯出るんだよ。これいいわ。打ち上げで。ありがとうございました。これからも内緒の夢に向かって頑張ってください。ありがとうございました。高橋さんでした。津波くん、藤川くんのイエローカードなんて怖くない。この番組は森永製菓がお送りしました。